天王山の登山ルートの概略です。本願寺、通称西本願寺へお邪魔をしております。天王山の登山ルートの概略です。こんにちは、京都の語り部 YouTuber キッシーでございます。エンタメ世のため縁のため、キッシーエンタメワールド。先日大山崎の天王山の中腹に私が時々瞑想をしている竹やぶがあるというふうに申し上げました。早速ちょっとそこに行ってみたいねとか言っておっしゃってくださる方がいて、一緒に行ってきました。それで二つの登り口がありまして、一つは宝寺、通称宝寺ですが、宝釈寺、宝を積む寺と書きまして宝釈寺と言いますが、そちらが上がる道と、もう一つは山崎正殿さんの側から上がっていく方法があります。今回は宝釈寺、宝寺の側から上がるルートで行ってまいりました。大山崎のグルメスポットも合わせてご案内いたします。それではどうぞ。こういうエヴァの代わりにこういう感じのものもあるということで、私大変感動してますね。これ見てください。この、何ですか、これはいわゆる大黒様ですよ、ね、大黒天様のところで、これが大黒さんが担いでいるあの福袋ですね。これを模したもので、宝くじ大当たりしますようにとかですね、いろいろ書いてあるんですよ。こういう絵馬に代わってこういうようなものもある。やはりこんな、皆さんの心のありようをどう受け止めて、それをどう、神様にお伝えするかというお寺独特の工夫かと思います。こういったことが分かったというのは今日のお目に見の一つでございます。はい、ありがとうございました。ただいまから大黒天様にお目に見でございますので、ご挨拶いたします。こちらがアブンですね。こういう、関係になっておりますね。ある方がこのお見守りと言って A と Z ということでございます。物事の終わりから始まりから終わりまでというね、こういう考え方というのは地図一応もありましてね、アルバムからお見守りということなんです。はい、それでは今日はですね、西本願寺のあるところで、大変いい経験をさせていただきまして、その後、さらに、森先生とお二人で、将来のことを語り合いました。その中で私と共通の、人がまた続行の友達だったとかですね、いろんなことでございまして、さらには、なんとびっくりでございます。この私、昨日の YouTube の動画で喋っておりました私の瞑想をする場所というのをですね、
痛く気に入っていただきまして、そしたらそこ行く行く言うてですね、車で今日ここまで大山崎までですね来てもらってたんです。西本願寺からわざわざ、これはねお恵みです。でここでこのように、大小大大小不動明王様ということでね、これの不動っていうのは動かざるということでございますね。不動明王、やはり不動明王ですね、やはり、市川團十郎のですね不動信仰とも重なっておりまして、世直しをすると一つに選んでみせますというふうに團十郎が言いますよね。あれと同じでやはり世の中を変えたいというそういう思いがこの不動産の中には生まれています。でしかし動かないと書いてあるのに世の中を変えるとはいかにかということなんですけど、動かないということによってそこからまた新しい動くエネルギーが生まれてくるというそういうことだと解釈しております。どうか今日のこの瞬間を大事にして、ここで瞑想をしていけるようなそういう大掛かりな形の展開ができればと思っております。どうぞ皆さんご理解いただきますようにお願い申し上げます。ありがとうございます。今日は大山崎、駅前の中国春祭アジサイさんにお邪魔いたしました。いつものここのアジサイコースというのがございますんですけども、今日は魚料理が特にうまくて、フグの、チリソースでございますね。これも抜群でございました。はい、ごちそうさまでした。